ヘントは、アメリカ軍が運用する8輪ディーゼルエンジンオフロードトラックシリーズの一軍である。公的には、8X80 トンカーゴトラックと表現されている。ヘントは、1982年に M525 a を代替する形で、アメリカ軍での正式運用が開始された。ヘントは、押し越し車によって製造され、民間では空港用の消防車などとしても運用されている。 また、ヘントの 10X10 リンク型が PLS の車体として用いられている。類似の車両として、アメリカ海兵隊は、同様にシしゆこし車が製造する LVS を運用している。LVS は、ヘントと違い、セミトレーラーのような連結式車両となっており、全部の牽引ユニットに、後部ユニットを結合させるモジュラー構造となっている。逆に、ヘントは単一の車体である。 ヘントの主要任務は、アメリカ陸軍に兵器や軍用車両、装甲戦闘車両などの充実した補給、補充能力を提供することである。アメリカ軍の重輸送車両の重要なワークホースである。ことを現在1万3千両ものヘントが運用中であることが物語っている。標準的な5トントラックに比べて、より多くの車輪、前輪駆動と太い手圧タイヤの組み合わせ、そして、 下級機付きエンジンによる極めて高い機動性を誇る。基本的なヘントのコストはおよそ13万5000ドルから。ヘント A3 は A2 型から主にラジエーターや冷却ファンに改良が施されている。ヘント A4 はこのシリーズの最新型で従来型のデトロイトディーゼルエンジンをキャタピラー C15-17 直列6気筒ディーゼルエンジンに置き換えている。これは 高度に電子化され、ターボチャージャーも備えている。以前に比べ出力は高まり、燃費も向上している。OBD2 様のシステムを用いているにもかかわらず、メンテナンスはシンプルであり続けている。すべてのモデルで最大で推進48インチまでの浅瀬を通過でき、C-17 グローブマスター3、C-130 ハーキュリーズ。 C-141 スターリフター輸送機に搭載可能である。ありがとうございます。